岡沢忠氏から1908年12月12日は、日本の武士、陸軍軍人、家族、陸軍大将制に、訓位投降に急死爵、長州藩士、岡沢陣内の子として、江戸長州藩邸に生まれる。大村増次郎の塾に学んだ後は、尊皇上位運動に携わる。南国隊を組織し戊辰戦争に従軍した。維新後は陸軍に進み、 1870年10月に大阪第二共同体に入営。1871年2月に四島軍僧。4月に五神兵大隊長。6月3日には陸軍順中尉となり、さらに同年中には中尉、大尉、少佐と承認した。五神兵五番大隊長を経、1873年2月に、この F 表第一連隊大隊長、西南戦争では、 別道第一旅団参謀長として出生。1878年12月に、東京鎮大参謀長兼英樹司令官、1880年4月、陸軍大佐に昇進。その後、西部官軍部参謀、近衛参謀長、県参謀本部官西局長を歴任。1885年5月、陸軍少将に進み、不評第八旅団長となり、 陸軍実艦県軍務局長に就任。一時休職するも、1892年11月に、商工学校官、翌1893年11月に、官軍部参謀長。日清戦争では大本営軍事内局長、検事重部官、1895年1月に、陸軍中将に進級し、同年8月、断釈を授けられた後、 1896年4月、自重部官庁に就任。1904年6月に、陸軍大将、規定官。1906年に、高二級禁止勲章受章。1907年9月、死職に小、小職。1908年には、勲一等局実投下大受章。1908年12月に病没する。墓所は、東京都港区南青山、青山霊園。 ありがとうございます。